はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。新の桜坊と同じなんですか。あ、ですか。うんこちしの桜坊。うんこちしってさ、桜坊がやってるじゃない。これです。うんこち、あ、うんこちしっていうブランドがあるんですか。僕がこれ書いただけなんです。藤枝音博でさ。あ、音博。あ、じゃあ別ですね。音博やってるの桜坊って団体で。知らない。桜坊さん。桜坊さん。桜坊さんは、ちょっと違う。あれは、英語表記で。あ、桜坊ではない。へぇー、桜坊。そう、桜坊。桜坊ね。桜坊、うーだ。あ、うーね。そんなのあるんだ。そうです。はい。はい。ありがとうございます。同じかと思った、今一瞬。あ、さすがに。はい、わかります。わかります。わかります。ちょっとこれだけ聞いておこうかなと思って。ありがとうございます。桜坊。ありがとうございます。寂しいじゃん。寂しいじゃん、なんか。みんな食べてください。フォローしました。ありがとうございます。ぜひ食べてください。ありがとうございます。持ってきたんで、めっちゃ。ありがとう。ありがとう。嬉しい。なんかね、あの、金松さんの子供がめっちゃ好きなの。マジか。すげえいいな。なんか似たのを買ってきたら食べなかった。え、マジで、やばっ。いや、もう、専門していただいてる。ありがたい。おいしいよね。梅崎牛も持ってくる。梅崎牛持ってくる。座って。あ、座るんだ。座って。座るんだ。座って。前どうぞ。どうも、失礼します。どうぞ座って。私は後ろに座って。ナミじゃあ奥さん座るか。奥さん座らない。いつも座ってるからね。なんかダンスが座るのもいいけど。男性もダンス。いいよ、それいらない、それいらない、それいらない、ね、いいよいいよ、そういうのいいから、ね、そういうの、そういうの。ちょっと持っちゃったじゃん。あ、もちろん、うん、じゃあ、うん、いいんですよ。あの、桜坊持ってくる。ありがとう。あ、なんかこう、あれが違う。誰が撮ってんの全然わかんない。もしも、座ってくるじゃん。今日は座ってくる。なんだよ。冷たき牛。あ、初めて見るかも。え、何を。青木さん座ってるの初めて見る。本当。確かに、あんま座ってない。今日は何、桜坊ポーズ。桜坊初めて聞きました。なんか向こうスペース空いてるよ。俺ちょっと半分しか映ってないよ。どういうこと？斜めだから言われても。え？斜めだから。ちょっと奥奥ね。いいよねみたいな。いいよねー。ねー。いいよね。桜何？え？何？今日何ポーズにするの？こうほら番組やってるんだよこれ。あ、やってる。やってるやってる。配信してる。竹尾ポーズ、これ竹尾ポーズ、これですね、大体これがこれです。アイさんの分もあって、これこれ今日も行ってる。行ってる行ってる。今日もやってる。やってるやってる。なんか懐かしいね、その日。あ、そう行ってるよな。行ってるというの。やってるね。やっちゃってるよね。やっちゃってるというの。のもう、これっきゃないよね。桜坊だよね。桜坊桜坊ポーズ。じゃあボタンを押してください。はい、なんか言ってね。なんか言う。じゃあ言ってるよ、みんなで。はい、未来へ行きましょう。未来ね、オッケーオッケー。じゃあそれ回してください。回してください。回してください。はい、大きい方、大きい方。はい、撮ります。はい、何ポーズ。桜坊ポーズ。はい、はい、夢咲牛ポーズ。夢咲牛、ね、夢あとすげーめっちゃ撮ってるじゃん。すげー撮ってる。愛さん撮るよね。私これ持ってない。桜坊と夢咲牛。イエーイ。すげーな。だんだんスキルアップしてくる。これ全部アップされますからね。はい、あ、じゃあギャオのポーズ。ギャオのポーズ。ギャオね、ギャオね、ね、今日月曜日のポーズ、ギャオ。はい、以上でした。行きます。月曜日のポーズって分かってる。はい、写ってる。そう、まだ映ってますよ。そう、配信中。最後の撮影会でさ、声も入ってます。完全にあれですね。気抜いてます。そうですね。気抜いちゃってくださいね。ありがとうございます。お疲れ様です。嬉しい。やったね。
ありがとうございます。桜棒を置いてあげてください。あ、ありがとうございました。お疲れ様でした。番組でいつやりますか。ちょっと待って、考えていいですか。面白そうですね、マジで。ダメですよ、考えてたらそんなあれですよ、忘れちゃう。考えてたら忘れちゃうからね、うん、来週の12月の10日の火曜日の19時が空いてますけど、いかがですか。火曜日19時7時あ、面白いですね、うん、そこね、ちょっと1回だけに空いちゃうんですよ。あ、そういうことですか。そう、なんでお試し、お試し配信、お試し配信19、ね、10日、12月10日の火曜日の7時。はいはい、うん、あれ、東京と思ったけど、ね、ちょっと待って、もう一回確認する。確かゲストを用意してうん、できれば呼んでもらいたいです、ね、トーク形式の方が多分ね、やりやすいと思うので。あ、うん、オッケーオッケーオッケー。じゃあ2、3、4、岡村教授、声でどこ喋ってるの。すごいね。ちょっと、うん、一人だった。へー、大変。一人でできるよ、ね、よくテンション持つよなと思って。もう、ぐったりだったもん。みんなに渡り振ってもらわないと正直ずっと古事記の話してる。古事記でしょ。古事記そうだ、12月10日の火曜日の19時から。はい、じゃあやった。おー、すごい、はい、ありがとうございます。じゃあ番組名、番組タイトル、番組名、今みんなに決めてもらってください。みんなに決めてもらう。自分で決めてもいいですか。竹尾坊。
受付は受付はそこまで受付はここまで受付 GoPro ビデオストップストップ GoPro ビデオストップストップ。あ、それで止まるんだ、すごい、すげえ、アレクサみたい。だから歩いててさ、こうやってここにつけてさ、 GoPro ビデオストップ。へえ。あ、信号止まったから面白くないから止めようとかね。へえ。面白。へえ。面白い。1週間分まとめて、ね、編集して Facebook ページにアップするんですよ。Facebook ページにアップするで、過去のがね、過去のがね、過去のがね、過去のまた見といていただければ、いろんなあのテーマでアップしてるので、ね、はいはい、この間はあなたの今週のテーマが今週のテーマでした。意味わかんない人なんで、あなたの一番何ですかって言って、あ、ちょっと砕けてくれる人もいるんで、やばいっすね。あ、ゴープロって画質すげえ。すげえ。こっちの方にある小川漁港、それ一番やめる。酔ってますよ。酔ってますよ。これ一番は、やいすぴーぴー。あれだけな。あ、はい、わかりました。はい。よっしゃ、ありがとう。よっしゃ。これ平成元年11月11日だったもんね。11日あ、11日か、やべえ、すごいよ、お迎えくださいお迎えくださいますよ。食べてないでね。やばいな。シェフがね、女性を話しますが、今もう大変なポジションでハッピーです。そうですね、結構ハッピーこれは言ってない。ハッピー以上のものでハッピーです。あ、すごい、ガスケですよね。これって確かすごいですよね。GoPro ってなんで iPhone じゃなくて GoPro で撮るの？画質、まあ、アクションカメラだもんね。あ、やっぱ、まあ、ブレないとか、うん、ブレないし、いや、本当にブレない、うん、完全防水。水絶対つけないし、つける必要ないし、そういう動画撮ろうと思わない雨が降ってもね、大丈夫。あ、水、あ、そうか、水の時とかありますよね。動画でできた画像が重たいので編集がすっごい高い。 4K で撮ったけど編集できないね。普通のパソコンじゃ無理だね。なるほどね。バイどうしたどうした、ね、よく言うよ、編集するとこれロバさんだね、ロバさん忘れてる。はい、です、編集します。おいおいだ、ギタギタのパカパカにしてやる。ちょっと似てる。誰だか分からない。ちょっと似てる。じゃあ、すいません、先に失礼します。ありがとうございます。お疲れ様です。先ほどありがとう。はい、ありがとう。テーマをね、いろいろと考えてるんですよ。はい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 、ね、なんか案がある。そうですね、なんか何でも結構サクラボを何に使いますか。面白いですね、さすが考えてるってことで。今回は、今日は昨日夜考え思いついて、よっ何何大好きみたいな。私があんなにいっぱいネタ書いたのに全没だもん。すいませんね。